ロサンゼルス市庁舎はカリフォルニア州ロサンゼルス市の行政の中核を担う施設である。1928年に竣工したこの建物にはロサンゼルス市長の執務室があるほか、ロサンゼルス市議会の議事堂と事務局を有する。ダウンタウンロサンゼルスのシビックセンター地区のメイン、テンプル、ファースト、およびスプリング通りに囲まれたブロックに位置している。 1931年の市庁舎、ロサンゼルス市警察のバッジこの建物は、ジョンパー・アーキンソン、ジョン・シー・オースティン、アルベルト・シー・マーチン・ SR の3人によって設計され、1928年に竣工した。竣工式は1928年4月26日に取り行われた。庁舎の建設に用いられたコンクリートは、カリフォルニア州内の全58の 各軍から採取された砂と、全21カ所の核、カリフォルニアミッションから集められた水から作られている。高さは454フィートの32階建てで、特徴的なタワーの形状は、マウソロスレー病に基づいており、視聴者の建設開始直前に完成したロサンゼルス、中央図書館の影響を受けている。視聴者のイラストは1940年より、 ロサンゼルス市警察のバッジにも描かれている。視聴者の上層階には展望台があり一般公開されている。視聴者の最上部にはチャールズ・リンドバーグにあやかってリンドバーグビーコンと名付けられたビーコンが設けられている。1939年頃には3階の351号室に カリフォルニアの芸術家たちの絵画作品を展示したギャラリーが設けられていた。1976年、視聴者はロサンゼルス歴史文化記念物に指定された。1998年から2001年にかけ13億500万ドルを費やして耐震工事が行われた。当時はマグニチュード8.2の地震にも耐えうる、免震構造を採用している世界一高い建物と言われた。 退職する職員に対する永年金属表彰式典の準備をしている最中のトム・ブラッド・レイルームロサンゼルス市長室は300号室にある。市議会は原則として毎週火曜、水曜、金曜日の午前10時より庁舎内のジョン・フェラード会議室で行われるが毎月第1金曜日のみバンナイズ市長舎で行われる。庁舎付近には政府、州、 軍の施設が集まっており、最寄りの鉄道駅は、ロサンゼルス軍都市圏交通局レッドライン、パープルラインのシビックセンター駅である。これは長距離列車や通勤列車のターミナル駅となる、ユニオン駅まで連絡している。また、BRT のシルバーラインが、視聴者の正面に停車する。展望室は27階にあり、毎週月曜日から、 金曜日の午前10時より午後5時まで無料で一般開放されている。このフロアはドーム状の高い天井を持つ正方形の広間とそれを取り囲む屋外の回廊から構成されている。この広間はかつての市長の名前からトム・ブラッドレールームと名付けられ、式典などの特別な行事にも用いられている。ロサンゼルス市は1959年により名古屋市の姉妹都市であり、 姉妹都市提携25周年に際して送られた時計塔が庁舎前にあり、2009年の提携50周年に際してはその隣に桜の記念食事を行っている。2018年のシーズン中、メジャーリーグベースボールのロサンゼルスドジャースは、ロサンゼルスへの本拠地移転60周年を記念し、視聴者が描かれたロゴを用いた記念のユニフォームを着用して試合に臨んだ。 ありがとうございます。